QOL が上がるよね。ずっと旅行気分。どうしてたっけって思い出せないんだよ。韓国で買いました。韓国なんだ。ロンドンって書いてあるけど。1年ぐらいになったらずっと旅行気分。うん。皆さんこんにちは、まことです。今はどこに来てるかと言いますと、一番下の末っ子の妹のお家に遊びに来てまーす。イエーイ、今。イエーイ。でちょっと時間もあるので、姉妹トークじゃないけど、おしゃべりしながら動画を今回そうかって言って回しております。まつりさんもいて一緒に遊んでます。なんか今回帰省してて、一番下の妹と福岡で遊ぶっていうかね、丸2日ぐらい過ごしてたので、最後お家に遊びに来させてもらいました。新居やね。いつ引っ越してきた？1月に引っ越してきた。東京にそうそう仕事で行ってて、東京でもよく会ってたんですけど、今年の1月に帰ってきちゃって、マジで東京行ってくれた方が、ハリ君と会えなくなったの。でもまだ覚えててくれた。東京にいる時はさ、祭りの面倒見てくれたりとか遊びに来てくれたりしてたからめっちゃ助かってたんだけど、帰ってきちゃった。意外と早かったね。1年もいなかったでしょ、はい、新しいお家はどうですか？福岡は、うん、福岡一人暮らしはさ、大学生の時ぶりやろ？市内はそう、大学生ぶり、うん、ちなみにこのお家はあの彼氏さんと同居、同居？同居って言うっけ？なんて言うっけ？同居って言うんだっけ？彼氏と同棲か、同棲してる、あの新しいお家ね、すみません、姉がずうずうしく招待していただきまして、あの遊びに来てるんですけど、完全にまあ新生活だよね。仕事も生活もどうないですか？やっとワンルームの生活からまあ確かにそれはそうだ、私もそうだよ。その広くなったことが嬉しい。うんうんうん。そもそもね、お家の QOL が上がるよね、うん、ってこと？そう、うんうん、廊下じゃないキッチンと寝る部屋があることと確かにそれはそう、私もその一人暮らし、まあ、松と同棲するまでは本当ワンルームのザ一人暮らし用の家。まあでもさ、大学生の時はさ 2DK ちゃんと2部屋あってリビングあって、うんうん、リビングダイニングあってっていう家に住んでたくない？最初は、うん、大学生の時は私は妹と2人暮らししてて、で私が卒業して今日来てる一番下の妹が入れ替わりで2人暮らし用の 2LDK のお家に住んでたから、もうそれぶりじゃない？だから、うん、福岡での社会人生活ないからさ、福岡で社会人で仕事もしてて、エリアだったらこの辺住みたいとかがさ、あるから、それもそれで楽しそうだなってめっちゃ思う、うん、見てて。そう、確かに大学生の生活がなんかアップグレードしたみたいな感じじゃない？そうそう、選ぶさ、ご飯屋さんとかも違ったりさ、違うじゃん、やっぱ大学生の時とかお買い物する場所とか、なんかそういうのが福岡の新生活楽しそうって思う。え、同棲は？同棲はうまくやってますか？うん、楽よ。おー、いいね。一番家事が半分になって、おー、素晴らしいじゃん。だってさ、負担になる人もいるじゃん、絶対、うん、なんか全然しなくて、こうむしろ例えば彼氏の方がお母さんみたいにされて、こっちの負担が本当に増えるとか、うん、彼氏が家事減ってラッキーって思う人か、シェアできて嬉しいって思う日かで全然違う気がする。全然やってくれるのね。半分になってる感じ。いいじゃん。普通に他人との生活がさ、できるタイプの人と、やっぱ一人時間がずっと大事っていう人がさ、いるからさ、それもでもなんか末っ子だからさ、余裕じゃない、人と一緒にいるのって。一人時間は必要なタイプ？必要よ。あ、そうなんや。ある今。だってさ、お互い休みが全部土日休みとかで一緒なわけじゃないから。確かに確かに、それも結構大きいかもね。全然一緒に住んだところで一人の時間も全然あるし。確かに確かに、でそれめっちゃ大きいと思う。休みがかぶらんけん家事がたまらんじゃん。はいはいはい。なんか2人ともシフト？シフトでもない。まあ、なんか毎週土日固定休みじゃない、そう、ちょっとずれてるから休みが、うん、それめっちゃあるかもね。そう、だから本当に連勤の間でどっちかが洗濯回せるみたいな、うんうん、確かに。逆に毎週土日休みだったらどうなるの？もう土日がなんか平日がちょっとお互い家の中が荒れて、うん、土日たまるとか、うん、平日常に2人とも忙しいからなんかイライラしちゃうとかになるのかな、ね、なんかそれがちょっと、ちょっと想像した私は、ね、でそういううまくいってる一個のさパターンのあれなんじゃない、うん、でもね土日休み同士でさ、うん、一緒に住んでる友達
ちろんもちろんいるっていうか、そういう人の方が多いと思う。そうだよね、2人で週末を楽しみにってことだよね、うん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 、まあそれはあるよね、1個休み次の休みどうするとかさ、土日で家のこと片付けようができるから、まあ、どっちもいいってことか、うん、その人によって合わないあるかもしれない、うん、あの招かれた身で本当申し訳ないですけど、あの飲み物いただいてもいいですか、なんか声がガスガスしてきちゃってすいませんね、お気遣いなくあの水で大丈夫です、はい、すいません、ホットティーとかも、あ、じゃあ、あのお湯入れるだけですか、ホットティーって、3分で沸かせます、あ、じゃあいいですか、なんかこういう抽出系じゃない、あ、じゃあお湯ください、あっちとさ、付き合ってる時の同棲期間はお互い土日休みだったから、うん、どうしてたっけ、忙しい2人の、うんうん、どうしてたっけって思い出せないんだよね、あの時のこと、お連勤さ、月から金までさ、そう余裕で、そうよ、普通に過ごしてたんやろ、普通はそうだよ、すごいよ、え、しかもなんか最後らへんめっちゃ激務だったから、結構終電とかめっちゃ遅くに帰ってきて、もう寝るだけみたいな時も多かったから、ご飯とかどうしてたんだろうとか今思えばめっちゃある、洗濯物とかさ、毎日毎日は多分してきてなかったはずなんだよ普通に、そう、なんかどうやってたかなって、ちょっと本当参考にならなくて申し訳ないけど、記憶飛んでんだよね、そこだけ本当に飛んでる、やばい。松も結構家事するタイプの、しかも一人でさ、もともとさ、だって住んでたんでしょ、そうそう、松が一人で住んでた家に住んだから、そのそもそも一人でそのお家での多分家事サイクルがあって、それもあったし、夜とかやってたと思う、ちゃんと全然記憶にございます、どうやってたかな、すごいと思う、私はそれは。まあ、でも逆にその家事はちょっと忘れちゃったけど、土日休みが一緒だったら金曜日その合流してご飯とか飲み行って帰るとか、職場は違ったけどなんか一緒に待ち合わせして帰るとか、予定が合う時はそういうこともしてたから、2人とも100出社、当時は、当時は同棲期間中はコロナ禍前だったから、あのリモートっていう考えがさ、その時あんまなかったのよね、多分ゆうちゃんが卒業してからは完全にずっと当たり前にリモートの概念があるかもなんだけど、それがなくて普通に出社する人だったからさ、ありがとうございます、お、なんかなみなみで、だって水入れてとか言うからかわいいマグカップ、これどこの、韓国で買いました、韓国なんだ、ロンドンって書いてあるけど、ロンドンマグカップは韓国で買いました、で、はい、うま、美味しいです、よかった、ちなみにあの祭りは最高あのゆずきの一番下のことめっちゃ好きだから、もう本当にママママに全然ならなくてすごい助かってる、結構最初からそうだったくない、友達だもんね、そうそう友達って感じで常に遊んだりおしゃべりしてくれたりするからすごく助かってますね、ってことでちょっとおしゃべりのネタがあれかなと思ったので、ストーリーで質問を募集してくれたので、妹が、私がなんかせっかく姉妹トークじゃないけどなんかそういうおしゃべりできるかなと思ってます、私が変わって、はい、あ、読んでくれてるっていうコーナーを私がさせていただきました、はい、あの妹が読んでくれるので答えます、上京してよかったこと、おお、経験あるもんね、楽しかった、楽しかったよ、全部だってテレビで紹介されてるところ、うんうん、作ったなんかテレビでもやし、インスタとかで見るところにすぐ行けるよね、うんうんうん、そうそうそう、遊べる場所がさ、やっぱいっぱいあるじゃん、好きない、本当に福岡でいう天神とか博多が知るほどある、各駅にあるよね、そうそうそう遊ぶ場所、大名のでっかいのがいっぱいある、そうそうそう、わかるわかる、福岡はやっぱり天神エリア、博多、大名、今泉とか、大名、今泉、天神はさ、大きく言ったら一緒だもんね、栄えてる場所が1、2箇所とか、まあ、福岡在住の方もみんなそう思ってると思うけど、東京は本当にさ、だって渋谷、新宿、中目、代官山、なんだろう、思いつくさ、都会をさ、うん、下北、吉祥寺、そっち系もだし、二子玉とか、うん、なんかいろんなタウンがいっぱいあるから、そういう意味ではめっちゃ楽しいよ。なんかどこに行ってもね、やってること一緒だけど、うん、そうそう飽きない。そうなんだよ。ランチしてカフェして飲むとかが場所が違うだけで雰囲気も違うし、めっちゃ楽しい。ずっと1年ぐらいだったらずっと旅行気分。うん。毎休み。
大変なこともいっぱいあるよ。あ、そうね、とりあえず人が多いとか、まあ、どこ行っても人が多いとか、電車はちょっと乗りたくないぐらい人が多いとか、土日は結構引きこもりたかった、うん、土日はね、そうそう、土日休みそれが大変だったか。あとはインフルエンサーさんとか芸能人、あ、芸能人見れるね、確かに。私ももうなんか嬉しい人いっぱい目撃したりとか、それは東京だなって思う、うん、感じる。結構東京遊び行くたびに、あ、みたいなの気づいてたの、うん、東京以外だったらなかなかそういうことないもんね。あの、出会える人がすごいやっぱりたくさんいるっていうのは上京してよかったなって思うかな。いろんなところの人が東京にいる。そうそう、なんかいろんなジャンルの人がいるから、なんかこういう人もいるとか、あと本当自分が想像もできないようなバックヤード、バックヤードって、バックグラウンドを持ってる人がいたりとか、バックヤードって普通に裏とか、なんかそういう視野が広がるのはもう本当なんか圧倒的だと思う。次小さい頃の三姉妹の写真みたいです、はい、写真じゃあここに出してもらおう、せーの、パシャ。次、はい、初めての彼の誕生日で30歳のお祝いは何がいいと思いますかって、うん、おめでとうございます。同い年だ。難しいよねこれさ、初めてなのに30歳っていうその節目というかアニバーサリーだからちょっと迷うのかもね。なんか私は松が前回の誕生日30歳で、まあ、しかも結婚してるから、いろいろこれがいいかなとか、いろいろあげてきたものとかがあるから、じゃあこれだみたいなさ選択肢があったんだけど、初めてだからやりすぎてもわーだしってことだよね、うん、彼氏だしね、まだね、旦那さんじゃなくて。でも本当にあれじゃない、いつも通りの誕生日プレゼントでいい気がする。初めてだったらなんかその30歳だからこれとか思ってないだろうしね。うん、そうかも。30歳なんか男の人って意外と30にさ重きを置いてないのかな。でも松は違ったな、なんか30歳になるみたいなことずっと言ってたから違ったなんか本当に無難になっちゃうけど、ちょっといい服とか大人のブランドものとか自分で買わないけど飽きのこないデザインってさ、なんかイメージマルジェラのお洋服とかジルサンダーのお洋服とか、30歳でそれを着ていたら素敵だなと思いますけど、どう？いいと思います、うん、最近ハマってる食べ物と飲み物をお聞きしたいです。飲み物？飲み物むずない？昆布茶はずっと？昆布茶飲んでない。あ、ハマってる時あった、みちょと、あの酸っぱいのがハマってる時あった。え、でもなんか最近は寒かったからホットの飲み物家でよく飲んでたんだけど、トウモロコシ茶とか、まあ、ルイボスティーほうじ茶をストックして、あの家ではそれを飲んでたんだけど、夏はさみちょめっちゃ飲んでたの。うん、わかる。かな、ちょっと暖かくなってきたからまた気持ちが変わるかもなんですけど、あとお酒で言ったら晴れ風見た、キリンの水色のやつ、エメラルドグリーン、うん、あれめっちゃ美味しかった。リピシソとかかな、ハマってるもので言うと、あと最近スタバに行ったら絶対ほうじ茶ラテ飲んでる。ティーラテ、ティーラテ、ほうじ茶ティーラテ。え、アールグレーティーラテはそっちで飲んでることない。あ、そうなの、飲んでみる。スタバ行ったら絶対スターバックスラテだったんだけど、ほうじ茶ティーラテにハマってます。食べ物は変わらずサクサクパンダ、ガルボ、カントリーマーム好きだったけど最近食べてない。お菓子はそんな感じ。食べ物だったらお寿司、生麺、お寿司の中でもイクラ、変わらないですね。その辺食べてるかな。めっちゃ食べてるわけじゃないんだけど、なんかこれにハマってるっていうのが出てこない。はい、そんな感じ。好き、誠さん大好きです、はい、松さんの血液型は何型ですか？松は A 型です。私 B 型です。りくんはまだわかんない。まだわかりません。 A 型っぽいね。うん、B のマイペース感もあるけど、え、A と B だったら A か B しかないか。いや、BO だから、松が AO だったら O の可能性もあるし、あ、 AB の可能性もあるから、結構まだ分かりません。次、はい、旦那さんとお財布別ですか？別です。あの、お互い家族のための出費にお互いお金を出している感じです。はい、次、はい、次、三姉妹皆さん、いつか福岡に戻りたい、過去 U ターンしたいですか、それとも東京住み続けたいですか？うんうんうん、と逆に U ターンした人、私は絶対戻りたかったけど、東京には一回絶対住んでみたかった。そうなの。末っ子はもともと最初からそういうタイプで、東京に絶対来たいって言って仕事頑張って、その目標が叶って東京に上京してきたんだけど、すぐ帰ったの。本当はもう1年ぐらいいた、2年ぐらい
住んだらちょうどよく、それはね理想はそうだったけど、満足できた。でそもそも東京来たいのも若いうち遊べるうちに来たいっていう、そもそも地元志向のタイプだったんだけど、絶対に帰るっていう前提で東京来た。逆に私は子供の時から東京に行きたかったんだよね、ずーっと言ってて、大学からね、なんなら、そうそう、大学から東京に行きたかったタイプで、まあそれは叶わなかったんだけど、あの親に反対されて、で今東京に住んでみて思うことは、まあ、正直絶対東京がいいとは今思ってないから、うん、なんか考え方ってすごい変わるかなと思ってるから、今の段階では何とも言えないって感じかも。絶対福岡戻ってきませんというか、地元は佐賀なんですけど絶対佐賀に戻りませんっていうのが今の段階ではっきり言えないぐらい、なんか日々気持ちが変わってるんだけど、旦那の仕事も東京がメインだから、そういう意味ではしばらくは東京かな、または転勤もあるかなとは思ってます。東京に住んで暮らしてみて、なんだっけこの質問、戻りたいですか、戻りたいですか、住み続けたいですか。ああ、どっちも思う、戻りたいって思う時と東京がいいのかなって思う気持ちが行ったり来たりするかな。だから本当に年を重ねたり子どもの成長が変わるたびに考えが変わるから、なんか何とも言えないんだけど、なんか子どもの時はすごい東京志向だったんで、うん、はい、次はまつりくんの今着てるトップス、はい、あ、リク映る、ちょっとご紹介して差し上げてください。いいない。まつりくんのトップスはプチバトーです。はい、ありがとうございました。大好きなハート柄です。でした。失恋してへこんでます。復縁は望んでいないのですが、ただただ誠さんに励ましてほしいですって。もう私の一個考えみたいなので、辛いこととかハッピーエンドの人生の伏線だっていう考えがあるから、失恋ってまさにそれだと思って、自分が好きな人とか素敵な人と一緒にこう人生を歩むっていうことが人生だとしたら、失恋とかさ振られたとか、それってもう伏線でしかないなみたいな、登場人物 A とか B だったなみたいなことだと思うから、失恋以外のことも言えるけど、自分の中で持ってるものを何かこう一個手放さないと、新しくてよりいいものって全てにおいて入ってこないと思うから、大丈夫、絶対にその彼よりいい人に出会えるはずなので頑張りましょう。そして今フリーの時間は自分にさ集中して過ごせる時間だから、その時間も本当人生長い目で見たら貴重だと思うので、楽しみしかないよね。しかも復縁したいと思ってないんだったら、多分もうすでに前を向いてるはずだから、一緒に楽しみましょう。好きな人いる時は一番楽しいじゃん、ね、またそれがもう一回できる、そうそう、また確かに、そしてそれがよりいい人だということだからね、きっと。はい、ということで、一人で喋る時より家族が、まあ、特に妹とかさいる時はすごいオフモードなので、ゆるりとしたおしゃべりになっちゃったかなと思うんですけど、聞いてもらえたらなと思います。今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃん、じゃん。